今週も始まりました。お役立ち情報からためになる情報まで、東急グループのさまざまな情報をお届けするウィークリートーク、ご案内させていただきます坂本ひろこです。早速今週のラインナップ見てまいりましょう。ウィークリートピックスのコーナーでは、7月3日から東急シアターオーブで上演される人気ミュージカルのお知らせ、渋谷ヒカリエシンクスがお届けするよりすぐりのサステナブル特集、伊豆急行線を周遊しながらさまざまな謎解きやクイズに挑戦するお子様向けツアーイベントのご紹介など、心躍るエンタメやショッピングの情報が満載です。フォーカスインのコーナーでは、脱炭素社会の実現に向けて川崎市とパートナー企業が協力して設立した国内最大級の地域エネルギー会社、川崎未来エナジー株式会社について詳しくお伝えいたします。109シネマズインフォのコーナーでは、今週も先週末の人気映画ランキングと今週のおすすめをお伝えしてまいります。さあ今日はどんな映画でしょうか。それでは参りましょう。ウィークリートーク、ウィークリートピックスのコーナーです。このコーナーは東急グループの最新情報をはじめ、毎週さまざまなホットトピックスをお届けしてまいります。まずはこちら、ハッピーミュージカルの決定版が再び。東急シアターオーブでは7月3日から21日まで、ブロードウェイミュージカル天使にラブソングをシスターアクトを上演いたします。2009年のミュージカル化以来大ヒットを繰り返し、ローレンス・オリビエ賞4部門ノミネート、トニー賞5部門ノミネート、世界7言語で上演され、世界で600万人を超える観客を動員している大人気ミュージカルが、2015年、2017年に次いで3度目の来日となります。来日版史上最大のスケールとなる今回の来日公演にぜひご期待ください。とても楽しみな公演ですね。チケットは絶賛発売中、売り切れ必至ですので、ぜひお早めにお買い求めください。続きましてはこちら、サステナブルなヒントがいっぱい。渋谷ヒカリエシンクスでは5月30日から6月12日まで、誰かを思うサステナブルなヒントがいっぱいをテーマにした SDGs 企画、フィールライフを実施いたします。この企画ではビーガンレザーと廃棄ペットボトルをリサイクルした再生素材を使用したバッグブランドのユーコンアクロバティックスや、ペットボトルの再生糸を使用したパンプスブランドケソー、世界各国の伝統工芸と現代のデザインを融合したサステナブルなものづくりを行うテソロなど、初出店を含めた期間限定のポップアップショップを通じて、人や地球にいいことを楽しく無理なく心地よくルーティーンに取り入れるためのヒントや、暮らしの中で未来につながる選択肢を提案します。とても素敵な商品が集まっていて、確かにサステナブルな生活のヒントが得られそうですね。皆さんぜひ渋谷ヒカリエシンクスへ足をお運びください。5月30日からの開催です。続きましてはこちら、魅力いっぱいの伊豆急行で探検発見挑戦しよう。伊豆急行と東急スポーツシステムは6月29日から30日の1泊2日で、伊豆急行アドベンチャーツアー魅力いっぱいの伊豆急行で探検発見挑戦しようを開催。参加する小学生中学生を募集しています。ツアーは伊豆急行線を周遊しながらさまざまな謎解きに挑戦する
謎解きトレインラリーコースと、伊豆急行の各駅を舞台に鉄道や伊豆急行に関する知識を競う伊豆急クイズ王コースの2コースをご用意。また両コース共通プログラムである伊豆急行車両基地見学では、普段立ち入ることができないエリアの見学や写真撮影、運転台のマイクを使ったアナウンス体験など、電車や鉄道好きのお子様に伊豆急行の魅力を思う存分楽しんでいただけるツアーとなっております。子どもたちにとって忘れられない思い出になりそうな魅力的なツアーですね。お申し込みは6月15日まで。東急スポーツシステムの TSS キッズツアーウェブページよりお申し込みください。以上、ウィークリートピックスでした。 CM の後はフォーカスインです。続きましてはフォーカスインのコーナーです。このコーナーは東急グループのさまざまな会社や団体の事業内容、その取り組みやイベントなどに焦点を合わせ詳しくお伝えする特集のコーナーです。今回は川崎市が NTT アノードエナジー株式会社、東急株式会社、株式会社東急パワーサプライなどのパートナー企業と協力して設立し、4月1日から電力の供給を開始した川崎未来エナジー株式会社について特集します。脱炭素社会の実現に向けて先導的な取り組みを実施している再エネ電力の供給会社、一体どんな思いで事業を展開しているのでしょうか。こちらご覧ください。川崎未来エナジーは脱炭素社会の実現に向け、電力・エネルギーの観点から地域課題にチャレンジしていく未来型のエネルギー会社です。川崎未来エナジーは川崎市に再生可能エネルギーを普及拡大するためにできた会社です。ですので川崎市、NTT アノードエナジー、東急パワーサプライ、また地元の金融機関である横浜銀行、川崎信用金庫さん、川崎農業協同組合さん、きらぼし銀行さん、この8社でですね、連携して出来上がった会社になります。脱炭素社会の実現と言われましても、何をしていいのかわからないという市民の方、事業者の方は多くいらっしゃるかと思います。で、川崎市もですね、これまで普及啓発や事業者さんと連携したですね、いろんな取り組みをして温室効果ガスを削減する取り組みしておりますけれども、これから2050年と、先が長い話ではあるんですが、どういうライフスタイルであったりビジネススタイルというものを行っていくと脱炭素社会に近づくのかと、こういったものをご提案をですね、この会社の事業を通じてお伝えしていきたいなというふうに思っております。今年4月にスタートしたばかりの川崎未来エナジー、現在はどのような事業を展開しているのでしょうか。私たちの電気は市の廃棄物処理施設、ゴミ焼却施設から生み出されます。で、この電気を市内の小中学校や区役所などに今電気を供給すると、こういった事業をしてまして、学校や区役所で使われている電気がある意味再生可能エネルギーであるということが特徴になります。市民の方々が分別にご協力いただいて出されたゴミをですね、燃焼によって燃やして、で、そこから生まれた電気というものを市内に循環させていくというようなことで、再生可能エネルギーを身近に感じていただくと、もうこういったことを現在の事業として行っております。電気がですね、どこから来てるかって皆さんあまり意識されることないかと思うんですね。川崎市内でできた電気を川崎市内で使うと、そういう電気の地産地消ということを考えて進めていきたいというふうに思います。川崎市内には現在3つのゴミ処理施設があります。その中でも
電気の地産地消に大きな役割を果たしているのが、およそ9年にわたる改修工事を経て今年4月から再稼働した川崎市橘処理センターです。橘処理センターが稼働開始しまして、こちらの処理施設のですね、発電能力が飛躍的に増加をいたしました。でこの発電能力が増加したことで、電気の余剰電力量が生まれる中で、これをいかに活用していくかというのが川崎市にとっても課題でありまして、でこれをいかに有効活用するかということで、当社が生まれたという経緯もございまして、ある意味橘処理センターの稼働が、再生可能エネルギーを普及させるきっかけの一つとして大きなインパクトがあったというふうに言えると思います。橘処理センターには一般に公開されている施設の見学コースがあります。エネルギーの未来について一人一人が考えを深めていく、川崎未来エナジーでも今後はそうした啓発活動や学校教育にも力を注いでいきたいと考えています。再生可能エネルギーをどういうふうに普及させるかということをみんなで考えられる土壌というものがこの川崎にはあると思っています。で私たちが行う事業を通じてですね、ぜひエネルギーについて考えていただくきっかけにしていただきたいなと思っております。 100% 再生可能エネルギーで電気を賄っている学校ではどのような環境教育を行っているのでしょうか。橘処理センターにほど近い川崎市立末永小学校で訪ねました。まず4年生でゴミだとか水道だとかの問題を取り組むと、必ずそこのゴールはエコということになってきますよね。で無駄をなくしていくだとか、あるいは無駄だったものを別な形に再利用していくみたいな話には落ち着いているので、その学びを一つの種に5年生の環境学習に発展していく、そしてそこに立ち向かおうとしている大人たちの思いみたいなことを子どもたちと話し合って、言い換えればキャリア教育のような形で、子どもたち自身を成長させていければなというふうに私の中ではなんとなくイメージができているんですけど、まさにこの地域のすぐ隣の施設から自分の学校の電気が来ているということですし、ましてや私たち の出すゴミが電気になって帰ってくるみたいなことは子どもたちにとってもものすごい発見だと思いますし、学んだだけじゃなくてやっぱり自分たちの行動みたいなこともそこで変化させていかないと、ただ頭の中に残した環境学習は一番寂しいですので、市政100周年というちょうど節目で地域の良さを見直していこうみたいなことが、各学校のキャッチフレーズになっていると思います。先ほど来言っている橘のはまさに私たちの地域ですし、その近隣に暮らす私たちがなんかそのエネルギーの発祥地になれているみたいなことは、これまた大きな魅力だと思いますので、エネルギーをなんか再生して使い続けていくみたいなことを実感できるとても魅力的な場所だなというふうに感じます。川崎市という都市部において再生可能エネルギーを普及するということはとても難しい課題ではあるんですが、この課題の解決のために私たちの会社は事業を行っていきたいというふうに思っております。当社を通じて市内のものを市内で使うと、そういう仕組みができたと。地域根ざした会社というのがこれから求められてくると思います。川崎で始まった取り組みでですね、一つ一つ成功事例を積み重ねていって、他都市他の地域でもですね、参考になれるようなモデルを作れればなというふうに思っております。いかがでしたでしょうか。脱炭素社会を単なる空想の未来としてではなく、実現可能な近い未来として真剣に考えていることが伝わってきて、私も意識が高まり実現への意欲が湧いてきました。
環境教育に力を入れるというのも素晴らしい取り組みだと思います。これからも川崎未来エナジーの活動に注目していきたいと思います。以上、フォーカスインのコーナーでした。続きましては109シネマズインフォのコーナーです。こちらをご覧ください。109シネマズの最新情報をお届けする109シネマズインフォ。先週末の人気映画ランキングはご覧の通りです。シリーズ完全新作となる話題の SF 映画猿の惑星キングダムが初登場で2位にランクイン。名探偵コナン100万ドルの道しるべが公開から5週連続で1位をキープしています。映画を見るならお近くの109シネマズへ。以上、109シネマズインフォのコーナーでした。ウィークリートークいかがでしたでしょうか。次回も東急グループのさまざまな情報についてお伝えしてまいります。それでは今日はこの辺で、来週もウィークリートークでお会いしましょう。